の皆様にお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくかマナーモードへお切りくださいますようお願い申し上げます。また場内での録音、写真、映像の撮影、ライブ配信等につきましては固くお断りしております。ご理解いただきますようお願い申し上げます。栗林さん、今年は緊張しないでね。株主の皆様、おはようございます。代表取締役社長の栗林健三でございます。本日はお忙しい中、また新型コロナウイルス対応の影響がある中、本総会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。当初定款第14条の規定により私が本総会の議長を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。緊急動議提出。少々お待ちください。内容をお伺いしてよろしいですか。はい、昨年のエリネットに、正しく本総会のことについて掲載せず1年経過しております。そのことについて議長解任動議を提出いたします。少々お待ちください。あとですね、ライブ配信やめていただいてよろしいですか。やめていただけないようですのでご対応お願いします。少々お待ちください。はい、ライブ配信が止まるのをいつまで一旦中断いたします。どういうことですか。ライブ配信をご覧ください。ライブ配信をご覧ください。どうであればご対応願います。はい、確認が取れるまで終了いたします。ライブ配信をおやめください。では切りますよ。あと1分やめていただけないようでしたら退場していただくことになります。はい、切りました。はい、確認を取りますので少々お待ちください。では再開いたします。動議はされるということでよろしいでしょうか。はい、動議出させてもらいます。エビネットに掲載をしなかったのでこちら修正担当議長解任動議を提出します。はい、ただいま株主様より議長不信任の動議が提出されました。私は定款の定めのところにより議長を務め公正に議事を進めており、ただいまご指摘のようなことは全くないものと考えております。私はこの動議に反対ですが、私がそのまま議長を続けることに賛成の株主様は拍手をお願いいたします。反対。ありがとうございました。ただいまの動議は反対多数を持って提出されましたので、このまま議事を続けさせていただきます。それでは、ただいまの株式会社エドリックス第12回定時株主総会を開会いたします。
本総会の目的事項はお手元の収集を通じ伝えるとおりでございます。本総会の議事の進行運営につきましては議長であります私の指示に従っていただきますよう皆様のご理解ご協力のほどをお願い申し上げます。株主様からのご質問ご発言につきましては決議事項の議案説明が終了した後に一括してお送りしますのでご了承ください。また本日は議事の内容を正確に記録するため本総会の様子をビデオカメラで記録しておりますが記録した映像は他の目的で使用することはございませんのでご理解いただきますようお願い申し上げます。ここで本総会の議事進行の方針についてご説明いたします。本総会は新型コロナウイルス対応として株主の皆様の健康と安心安全を優先し行政機関等の運営指針を考慮して10時40分をめどに終了したいと存じます。そのため通常とは異なりできるだけ時間を短縮して議事を進行いたします。円滑な議事進行のため株主の皆様には本総会中はマスクを着用いただき周囲へのご配慮、節度ある行動をお願いいたします。また飛沫感染防止のためマスクをしたままでの発言をご理解いただくとともに株主の皆様の中で本総会中にご体調が悪くなられた方がいらっしゃった場合は係員まで申し付けいただき指示に従っていただきますようよろしくお願い申し上げます。何卒ご理解をご協力をお願いいたします。なお本日ご出席の株主等のご報告は割愛いたしますが全て議案の審議に必要な継続数を出すことを確認しております。名簿にちゃんと勘定したのか名簿管理人出席者本日の議題を進めてまいります。目的事項につきましてはお手元の招集ご通知1ページの記載の通りであります。ではまず感染薬から感染薬会の観察結果についてご報告いたします。浜野監査役をお願いいたします。有名の責任監査法人、東松の監査報告、
雇用結果はお手元の少数ご通知の45ページから46ページに掲載いたしました監査報告書の統合のとる相当であると思います。次に本総会に提出されております議案および書類に関しましても法令及び定款に適用しており適切的事項はございません。以上で監査報告を終了いたします。関西君ありがとうございました。なお当期の計算書類は先ほどの関西君の監査報告のとおり会計監査人である有限責任監査法人トーマスおよび当社監査役会より適正かつ適法である旨の報告を受けた後当社取締役会の承認決議を受けて確定し本総会の報告事項となっております。それではお手元の招集ご通知12ページから39ページに記載しております本総会の報告事項である事業報告及び計算書類の概要の報告をさせていただきます。第11期連結会計年度の事業の経過及び成果を計算書類とともにご説明申し上げますのでお手元の招集ご通知12ページから13ページをご参照ください。第11期連結会計年度におきましては主力事業である営業代行事業の中核である日本放送協会以後 NHK といいますからの放送受信料の契約終了業で代行業以後 NHK 業といいますにおきまして新型コロナウイルス感染症の感染拡大と緊急事態宣言の発令を受けて2020年3月27日から関東を中心とした一部の支店にて同年4月8日から全国すべての支店にて2020年5月31日まで取引先である NHK と協議を終え訪問活動等による営業活動の自粛を行っておりました。同年6月1日以降につきましては業務の一部を制限して営業活動を行いその後段階的に制限を緩和し現在は新型コロナウイルス感染拡大以前の営業状態に戻っております。メディア業メディア事業の不動産メディア業ルーチ、イエクラ、イエエージェントの運営につきましては新型コロナウイルスの感染症の影響によりイエエージェントにおいて一部店舗業務の制限を行っておりましたが現在では全ての業務を再開しております。メディア運営におきましては芸能攻略サイトアルテマ、オリダーウィキおよびマッチングアプリ情報サイトマッチングアプリプラス、マッチライフともに好調に推移しておりまた全協議開発を進めておりましたマッチングアプリペアフルのサービスを2020年10月26日から開始いたしました。当連結会計年度の売上高につきましては NHK 業務において新規4万件を開始しておりまたメディア事業が好調に推移したものの新型コロナウイルスの感染拡大による営業活動の自粛及び営業活動の一部制限が影響したことから40億4700万円前期と比べて7億2900万円の減収となりました。打ち上げとしましては営業代行事業が27億1800万円メディア事業イエクラが4億6700万円メディア事業アルテマが8億5400万円となっております。費用といたしましてはゲームアプリ及びマッチングアプリ開発費用の計上人件費関連費用の計上等により販売費及び一般管理費につきましては52億7300万円と上りました。この結果営業損失は12億7300万円と上りました。営業外収益につきましては NHK 業務において営業活動の自粛及び業務の制限による機械損失の一部が過去の取引実績に基づき取引先である NHK より保証されたことから
受け取り保証金として11億4800万円を計上し、また新型コロナウイルス感染症の影響による一部事業活動縮小に伴い当該事業の従業員に対し休業を要請したことから、当該休業手当の一部が助成されたことによる雇用調整助成金6億2900万円を計上したことにより、合計で17億9300万円となりました。この結果、計上利益は5億1500万円となりました。また特別損失を2800万円計上し、税金等調整前の当期純利益が4億8700万円となり、法人税等3億7800万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は1億800万円となりました。以上が第11期連結会計年度の事業の経過および成果でございます。それでは最後に招集後通知の15ページから17ページに記載されております、対処すべき課題の中で特に重要だと思われる1、事業基盤の拡大、7、事業領域の拡大、および8、役職員へのコンプライアンス教育の徹底についてご説明させていただきます。当社の売上高はその 60% 以上を NHK に依存している状況であるため、独立した複数の業務を展開し、より多様で頑強な事業組織へと成長していくことが今後の発展において重要であると考えております。具体的には、EFR およびアンテナを含むメディア事業を拡大、NHK 以外の営業代行事業における新規取引先および新規商材の拡大、並びにマッチングアプリ事業、ゲームアプリ事業での積極的な方針に取り組んでまいります。さらに、詳細な事業計画等につきましては、公表できる段階になりましたら、適時適切にお知らせいたしますので、株主の皆様にはご期待をいただきたいと存じます。また、当連結会計年度における営業代行事業において、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が解除された後の一定期間、2020年6月から9月、一部の代替業務に限定して営業活動を行っておりましたが、当該期間において、当社の元社員による不祥事、および不正が発生いたしました。本件につきましては、全社的な社内調査を実施後、取締役会の報告を行い、社外役員を含む取締役会での十分な審議を経て、取締役をはじめとする関係者への処分を決定し、再発防止を実施しております。これを受けて、現在では、代表取締役を含む取締役が上記コンプライアンス検証を実施し、一層のコンプライアンスに対する意識徹底に努めるとともに、業務フロー及び業務管理体制の見直し、従業員の業務総合監視、総合編成が機能する体制の構築を行うなど、再発防止及び業務改善に鋭意取り組んでおります。以上、対処すべき課題についてのご説明とさせていただきます。その他の事業報告および計算書類等の内容につきましては、招集ご通知15ページから39ページをご参照いただきますようお願い申し上げます。以上、第11期事業報告および連結計算書類のご報告を終了いたします。それでは決議事項の説明に入らせていただきます。お手元の招集ご通知3ページから11ページに記載の議案を調停させていただくとともに、各議案の内容についてご説明申し上げます。まず、第1号議案である定価の一部変更の件でございます。招集ご通知3ページをご参照ください。変更の理由及び変更の内容につきましては、招集ご通知3ページをご参照ください。続きまして、第2号議案、除名認証の件でございます。お手元の招集ご通知4ページをご参照ください。
4ページに記載の方針のもと、当期の期末配布につきましては、今後の事業展開と勘案いたしまして、普通株式1株につき5円、総額3,603,4410円、上金の配当額及び生じる費用、2021年5月31日とさせていただきます。続きまして、第3号議案、取締役7名選任の件でございます。お手元の招集ご通知、5ページから7ページをご参照ください。本総会の集結の時をもって取締役8名全員が任期満了となりますので、経営体制の効率化のために1名を延任し、取締役7名を一括して選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者の7名の略歴、選任理由等につきましては、お手元の招集要通知5ページから7ページをご参照ください。続きまして、第4号議案、監査役3名選任を受けてございます。お手元の招集要通知8ページから10ページをご参照ください。本総会の終結の時をもって、監査役3名全員が任期満了となりますので、監査役3名を一括して選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を取ります。監査役候補者の3名の略歴、選任理由等につきましては、お手元の招集ご通知、8ページから10ページをご参照ください。続きまして、第5号議案、会計監査人選任の件でございます。当社の会計監査人である有限責任監査法人本末は、本総会の終結の時をもって任期満了により退任をされますので、新たに会計監査人の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案は監査委員会の決定に基づいております。会計監査人候補者の選任理由等につきましては、お手元の招集ご通知11ページをご参照ください。以上、決議事項についてのご説明をご説明いたしました。それではこの後の進行方法についてお話ししたいと存じます。まず、すでに提出してあります全目的事項について、ご出席の株主様からご質問、ご意見、並びに動議を含めた審議に関する一切の発言をお受けし、その終了後は決議事項についての採決のみ行いたいと存じます。ご賛同いただける株主様は拍手をお願いいたします。個別でやれ、個別審議だ。少々お待ちください。先ほど採決を送りますので、一括でお話しいただきます。それでは、ご出席の本日様のご質問をお受けしたいと思います。ご質問の際は挙手をしていただき、私より指名されましたら、ご出席用の番号、お名前をおっしゃってから、要点を簡潔にまとめて、ご質問ください。ご質問に関しましては、新型コロナウイルス対応としての議事短縮のため、1問1答で合計2問までとさせていただきます。また、その内容は本総会の目的事項に関するものに限らせていただきます。衛生上の配慮といたしまして、ハンドマイクは使用せず、こちらもスタンドマイクを使用いたしますので、手数料はございますが、ご質問の方は、こちらにお越しいただきまして、マイクやマイクスタンドにはとりあえずご発言ください。なお、ご質問終了後にマイクをアルコール消毒させていただきますことをご了承ください。それでは、ご質問はございませんでしょうか。はい。では、グレーのジャケットを着ている神様、見にしまいます。出席票7番、松田でございます。よろしくお願いいたします。
としては私からお答えいたします。当社としましては弁護証上の非弁行為は当たらないと認識しておりますが、現在裁判で争われている法律上の争点について当社として見解を述べさせる述べることは差し控えさせていただきます。以上、お答えいたしました。今の質問もう一問。当然が違うと思うんですけど、検証するとは考えてもいませんが、いつかの規定にして、こういう答弁を出したんでしょうか。適宜、専門家とお相談しながら、確認しております。まだ続けてるだろうが、最後まで審議を尽くせ。もう一問お答えいたします。まだ質問してるだろうが。ご質問内容をもう一度簡潔におっしゃっていただいてよろしいですか。結局この提出すると考えると思いますので、弁護士先生と協力しているということですけど、その弁護士先生は本社で役割がある弁護士先生なのか、それとも日本放送協会の弁護士なのか、それはどうなんですか。これ以上現在、裁判で争われている法律上の争点について、当社として見解を述べることは差し控えさせていただきます。弁護士と相談しているお答えで、ご質問ありがとうございます。ただいまのご質問内容は、なぜ株主総会をインターネット配信したいのかということと、不正行為を行った者、に対するペナルティーについてという内容で受け止まりました。ではまず、インターネット配信の株主総会、バーチャル総会についてお答え申し上げます。株主様のご指摘の通り、近年は電子技術の向上により、株主総会の電子化が進んでおります。いわゆるハイブリッド型バーチャル総会のハイブリッド等も策定されていると理解しております。また、ただいま株主様よりご質問いただきました、ネット中継や、複数地での開催についてですが、当初の個人株主様の住所の分布を確認しますと、多くの株主様が東京、神奈川、千葉、埼玉などの、首都圏在住の方です。そこで首都圏でのアクセスが良い東京で開催をしており、本会場とは別に中継会場を設定したり、複数会場での同時開催を行うことは費用対効果の観点から現実的ではなく、現時点では考えておりません。またインターネットでの同時配信や事後配信につきましては、新型コロナの影響で議論が深まっていると承知しておりますし、今後の課題ではありますが、セキュリティ対策や株主様の肖像権やプライバシー保護などの問題もございますので、適切な保護が確立されることや他社の動向の把握等を踏まえまして適宜判断してまいります。今後も株主総会の運営をより良く
することに、心をかけてまいりますので、よろしくお願いいたします。だからこそ株にライブ配信するんだろうか。わかりました。する質問させていただきます。で、あと先に冒頭ちょっと申し上げますけども、はい、わかりました。まず、1番目や、取締役なんですけども、花井、取締役なんですが、女性従業員に対してセクハラ行為を行ったという内部通報がありました。今ですね、元従業員の斉藤忠之氏と今電話つながってます。本人にこれお電話をやめください。ダメですか。はい、はい、わかりました。ということで、斉藤忠之氏によりますと、セクハラ行為をして自宅で土下座までしてお詫びをしたっていうこの事実があったんですけど、その女性従業員が泣いているってことは、そのような不正事実があって花井取締役を放置されてるんですか。監査役とか何考えてるんですか。ということで、監査役ちゃんと花井取締役に対してちゃんと職務執行をちゃんと内部統制として監視してるんですか。そこのところをまず確認させてください。2点目ですけども、質問ずつお答えしますので、はい、1問目の質問って簡潔に言うと何ですか。要は花井取締役の不祥事について、はい、はい、要は女性従業員の家でちょっとワンワン泣いたっていうようなねことを言ってますよ。それで労働基準監督署から指導入ったらどうするんですか。これ上場会社だよ本当に。花井取締役の出席を求めます。
じゃあ質問にお願いします。花井さんじゃなくて池本。あ、すみません、すみません、池本、あ、すみません、池本、すみません、すみません、池本取締役。はい、わかりました。はい。あ、すみません、訂正します。池本取締役です。お戻りください。はい。ありがとうございます。池本。池本取締役、池本取締役が、はい、セクハラをしていて、 それを放置していないのか。そうです。それがもう内部通私の方に連絡ありまして、それを放置されているのかというところで監査役の意見も求めます。では監査役をされませんでした。た確認されませんでした。されませんでした。はい、はい、あ、それではその他にご質問はございませんでしょうか。はい、続き、1番の東川忠と申します。ということで引き続き、2問目という形でさせていただきます。栗林、お兄ちゃんの方の、社長と、弟の、はい、東大で、要は成績優秀者、いわゆる NHK 訪問員の成績上位トップ3とかトップ1位になった人が、まあ、一緒に飯を食えっていうようなことを話し聞きました。これは どのくらいの費用を使っているのかというところも、まあ、大変気になるところではあるんですが、一方で、この栗林社長の方が全く会社の方に、顔を出さないということで、従業員の現役従業員の人から私情報入ってきてます。会社に出社してるんでしょうか。役員報酬の観点でこれは 毎日、まあ、社長だからね、まあ、テレワークしてるっていう言い訳できるのかもしれませんが、テレワークしてるのか会社に顔出して各営業所回りしてるのか取引先回りしてるのかどうか知りませんけど、ちゃんと働いてるんですかっていうところで役員報酬の観点で質問させてもらいます。かしこまりました。はい、ただいまの質問は、が出社しているのかということです。はい、はい、では、こちらに関しては私からお伝えを申し上げます。実は出社しております。どの方がおっしゃるかわからないんですけれども、我々44拠点ぐらいありますので、1拠点の方がに会う機会がやはりなかなかお会いすることは、まあ、ないんですけれども、常に私出社しております。本社ですよ。今でいうと本社ですね。ご質問を適宜に答えるようなので、あと1問でお願いいたします。あ、ちょっとちなみに聞いておこうか。あ、申し訳ございません。はい、で今はい、大丈夫ですか。はい、
では他の株主様でご質問があるようでしたら、あと1問だけお答えさせていただきます。なければ、動議を多数出させてもらいます。はい、まず続行動議から始めます。続行動議、続行動議です。はい、例えば河野さんより展開的動議、あ、続行、動議が提出されました。私はこの動議に反対です。総会を継続し、以上で進めることにご賛成の河野さんは、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ただいまの動議が反対多数を持って決定されましたので、この提示を進めさせていただきます。動議、取締役に対する責任、追及、訴追請求書を、監査委員会に提出いたします。会社法355条に基づき、訴追請求書を提出いたします。対象取締役栗林健介代表取締役社長、栗林圭介取締役副社長、花井大地専務取締役、前川栄斗、鹿台和人さん、池本大輔氏、この以上 1,2,3,4,5,6 名に対する取締役に対する責任、訴追請求書の方を監査委員会に提出いたします。理由としましては、弁護士法72条違反、 NHK 対応ナビタンへの虚偽情報入力、セクハラ被害の放置です。ということで、監査委員会、事務局の方、監査委員会にこれ、皆さん提出しますので、皆さん承認ですよ。本来だったら内容証明で出そうかなと思いましたが、監査委員会の方にこれ提出いたします。はい、監査委員会、すみません、今の動議はないということで、動議です、これは。監査委員会は、ないということで、判断いたします。そしたら、監査委員会、受け取ってください。お座りください。はい、動議、1号議案並びに、4号議案に対する修正動議を提出いたします。まず、1号議案、定款変更の件ですが、こちら、NHK の再編回収業務を行っている、株式会社 N リンクスとしましては、サービサーへの参入が最も、解決策として正しいと考えます。従いまして、称号変更に、ということで、称号中に再建回収を加えた、称号にすること、具体的には株式会社、N リンクス再建回収とする、に、こちらの事業目的の中に太陽光発電その他商材の販売とありますが、この部分を削除変更し、再建回収業をプラスし、さらに太陽光というものは、ね、時代錯誤でありますので、原子力発電所の運転とすると、書き換え、ということを3番目とし、4番目、本店所在地を私の、住所であります北海道登別市の私の住所に変更するという1号議案を、の修正動議を提出いたします。2号議案、余剰金処分の件、こちら5円となっておりますが、これね、NHK の方からいっぱいお金もらってます。つきましては 5.01 円、100株持ってたら501円とする修正動議を提出いたします。2号議案は500、1単元あたり501円とする、修正動議を提出いたします。5.01 円です。3号議案に対する修正動議を提出いたします。1番から7番、すべて削除し、特に悪質であります、池本大輔、取締役に関しては、株式を
一株も保有していないというとんでもない状況でございますので、それらも含めて1番から7番、その理由としましては先ほど申し上げた通り全く、内部通報システムの方がまるで機能していないということで次の候補者を、提案いたします。1番丸山穂高、栗林健介に代えて丸山穂高、2番、元従業員の斉藤忠之、栗林圭介に変えて、斉藤忠之、3番、花井大地に変えて、大橋正信、 N 国党副党首大橋正信、4番、近内和正に変えて、靴沢良治、靴沢良治、は、この、豊島区議会議員ということでテレビ改革党ということで、いろいろ活動されている区議会議員です。続きまして5番、私東川を池本大輔氏に変えて私東川忠をするというもの、6番、星野博之氏に、変えまして弁護士を追加する必要性があると考えます。北村春夫氏、これはバイキングですとか、行列のできる法律相談所といったようなテレビに出ている有名な弁護士であります。で7番、星野博之氏6番変えて7番柴田幸男、氏に変えて7番若狭勝弁護士、この人はやめ県でテレビに多数出ている有名な弁護士です。続きまして、当会社の、定款上、取締役の最大人員は10名となっておりますので次の、8番、を8番から10番までを追加するものとします。8番深田恭子、9番、松島直美、この人は社外取締役をバイキングという番、フジテレビの番組でやりたくてやりたくてどうしようもないと言っておりましたので9番の松島直美を追加し、10番、フジテレビジョンの、フジメディアホールディングス代表、取締役相談役の日枝久志を追加するものとします。続きまして、4号議案に対する修正動議を提出いたします。1番から3番すべて削除し、次のものを、変えるということで、今の説明が大変、不十分でございますので次のものを1番から3番を変えて、立花隆、1番立花隆に変える、2番、山口光隆、この人は元タックの従業員で不動産鑑定士の、講師をやってた方です。山口不動産株式会社代表取締役ってことなんですが、まあ、であれば、不動産の専門家であって宅建の方も持っている山口光隆氏を、加えるということと、続きまして3番、大浜正弘氏に変えまして、武田真治 TBS 会長を加え、次、関西区会の、最大人員が5名となっておりますので次の4番に、4番5番を追加するものとして小山和信、こちらは、神奈川大学教授でメディア研究所という NHK 問題のこういったさまざまな問題を取り組んでいる有名な教授です。小山和信氏を加え、5番、こちら浜田聡参議院議員、通称 N 国党の参議院議員ですということで、これら候補を加えるよう修正動議を提出いたします。以上です。少々お待ちください。では、第1号議案に対する討論についてですが、まず、本社所在地と、本社所在地の変更と称号変更、そして、サービサーへの参入、取締役監査役の増員につきましては、
修正の範囲外ですので、同意としては受け付けません。再作業の追加につきましては、サービス作業および原子力発電の追加ですね、はい、追加、につきましては、まあ、太陽光を削除し、原発並びに再建回収業に関しましては、同意として受け付けますので、ただいま株主様より第1号議案につきまして、先ほど申し上げた修正の同意が提出されました。この修正の同意につきましては、原案と一括して審議の上、採決は後ほど原案と合わせて行っていこうと思いますが、ご賛同いただける株主の皆様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。少々お待ちください。第3号議案についての動議ですが、議案取締役7名選任の件に対しまして、10名の取締役の選任ということでございますので、修正の範囲外で、範囲外ですので、動議としてはございません。これは違いますよ。定款上10名でしょう。同じく、同じく、第4号議案についての動議ですが、関西役3名選任の件に対しまして、3名これで5名の選任ということでございますので、こちらも修正の範囲外でございますので、動議としては取り上げません。定款上10名と5名でしょ。第2号議案につきましては、1株当たり5円から 5.01 円の修正の動議をして、させていただきますので、修正の動議が提出されました。この修正動議につきましては、原案と一括して審議の上、採決は後ほど原案と合わせて行いたいと存じます。であれば、そしたら1番から7番とかに変えてっていう部分は、そしたら関西役の様は拍手をお願いいたします。続行動議、休憩動議、休憩動議。ただいま株主様より休憩の動議が提出されました。私はこの動議に反対する、反対です。このまま議事を進めることにご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。議長解任動議、理由としましては、定款違反を繰り返しています。
2が提出されました。私は定格さのところにより委員長を務め、既に維持を進めており、ただいまご指摘のような方は全くないものと考えております。そつけ私はご同意に反対ですが、私がそのまま議長を続けることにご賛成の皆さんは承認いたします。ありがとうございました。ただいまご同意は反対多数を持って否決されましたので、このまま議長を続けさせていただきます。委員会同意、これは1ヶ月後に展開する動議を提出します。はい、ただいま赤松様に展開動議が提出されました。私はこの動議に反対です。ただいま延期会合ということでございましたが、まだ議事の前でございますので続行動議ということで認識いたしました。続行動議につきましては先ほど否決しておりますので、そのまま続けさせていただきます。ではご質問がないようでしたら採決、議案の採決に移らせていただきたいと存じます。ご参加される方は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。過半数のご参加を得ましたので、内閣に議案の採決に入ります。検査人出席動議、会計監査人出席動議、ただいまご参加様に会計監査人の出席要求動議が提出されました。私はこの動議に反対です。会計監査人の出席を求めることにご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。出席してください。申し訳ございません。会計監査人の出席を求めないことにご賛成の株主様は拍手をお願いいたします。反対。ありがとうございました。ただいまの動議は反対とするものでお伝えましたので、このまま議事を続けさせていただきます。では、始めました。第1号議案、定款の一部の変更の許可を採決になります。先ほど、定款の一部の変更の件において、議案の修正動議が提出されておりますが、原案を先にお伺いしたいと存じます。ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。サービス案に参入しろ。サービス案に参入しろ。ありがとうございます。過半数のご参加をましたので、第1号議案定款の一部変更の件の採決になります。本議案につきましてご賛成いただけますでしょうか。ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。ありがとうございます。議決権行使によるご賛成を含め3分の2以上の賛成を得ましたので、第1号議案定款の一部変更の件は原案通り承認可決されました。したがいまして、先ほどの修正通りは原案可決により、否決されたものとさせていただきます。続きまして、第2号議案剰余金衝動の件の採決を行います。先ほど剰余金衝動の件において、議案の修正の通りが提出されておりますが、
原案を先にお伝えしたいと思います。ご賛成の皆様は拍手をお願いいたします。はしゃい、ご配信ありがとうございます。過半数のご賛同を得ましたので、第2項議案の採決に入り、第2項議案条例禁止処分の件の採決に入ります。本議案につきましてご賛成いただけますでしょうか。ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。ご配信ありがとうございます。議決権行使によるご賛成を含め過半数の賛成を得ましたので、第2号議案条例禁止処分の件は原案通り承認可決されました。従いまして、先ほどの修正動議は原案決議より否決されたものとさせていただきます。続きまして、第3号議案取締役7名選任の件の採決を行います。先ほど第3号議案につきまして修正動議が提出されておりますが、原案を先にお伺いしたいと存じます。失礼いたしました。再度修正して、他の端数のところ、そしたらそこ削除していいですよ。はみ出てるところ、そしたら削除してもいいから。続きまして第3号議案の取締役7名選任の件の採決を行います。本議案につきましてご賛成いただけますでしょうか。ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。反対。ありがとうございます。議決権行使によるご賛成を含め過半数のご賛成を得ましたので、第3号議案取締役7名選任の件は原案通り承認可決されました。続きまして第4号議案関西役3名選任の件の採決を行います。本議案につきましてご賛成いただけますでしょうか。反対。ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。反対。ありがとうございました。議決権行使によるご賛成を含め過半数の賛成を得ましたので、第4号議案関西役3名選任の件は原案通り承認可決されました。続きまして第5号議案会計監査院選任の件の採決を行います。本議案につきましてご賛成いただけますでしょうか。ご賛成の株主の皆様は拍手をお願いいたします。反対。ありがとうございました。議決権行使によるご賛成を含め過半数の賛成を得ましたので、第5号議案会計監査院選任の件は原案同意承認可決されました。それでは以上をもちまして本総会の決議事項は全て終了いたしました。また株式会社 NX 第11回定時株主総会の議事は全て終了いたしましたので、本総会を閉会いたします。閉会にあたりまして株主の皆様のますますのご健勝をお祈り申し上げますとともに、当社に対しましてより一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。修正動議についてエディネットにちゃんと載せないとダメだよ。本日は皆様ご出席いただきまして誠にありがとうございました。失礼するなよ。